今日は5月の21日です、お昼ちょっと前なんですけどね、これから交配するために、これを撮ってるんですけど、まあこれをご覧になった方がですね、今更こんな反問か、まあそういうのはよくわかりますね。これはですね、初雪の親をずっとですね、亀山さんが朱花にしたり赤花にしたりということで血を入れてきました。初雪っていうのはやっぱり亀山さんたちにとっては地元ですからね、なかなかこの初雪は頑固だよって言って、亀山さんがもう20年以上ですね、公開続けてきています。まだ初雪の赤になったのが2、3年前ですね。その1年後になって、朱でもできたよっていうことなんですけど、まあ他の斑紋を使えばですね、簡単にこんな花できるんですけど、亀山さんが初雪にこだわったっていうのはですね、こういうことなんです。中に斑紋がありますよね。斑紋の外側が少し白くなってますよね。それで周りに、まあ覆輪状に色がついてますね。これなんですね。初雪っていうのはこの模様の外に白く抜いて外側に色を染める、この性質がとっても強いんですね。まあ他の斑紋家ですと、なかなかこういうその白くくっきり抜けるっていうのはないんですね。ですからまあ一般の方がこれをご覧になったら大した花じゃないっていうのはもちろん分かってます。ですが、まあこっから先ですね、亀山さんがすごいっていうのは、これをただ初雪で完成させるっていうところっていうんじゃないんですね。その先なんですね。必ずこの白く、抜ける、これを次に、生かす。まあその目的でずっとこれを20年以上ですね、続けてきたということです。もう先を考えてやってきて、どうやっても初雪だけは頑固だっていうのは常々言ってましたけど、ようやく形ができてきました。今ラベル、これですね、 S 虹赤、星空と虹と赤の血が入ってますね。左側には朱花と仁王と斑紋花と初雪ってなってますね。まあ大方の血が入っちゃってます。じゃあ最終的にはどうなるんかっていうことですね。最終的にはですね、この、まあ、中が今斑紋になってますけど、まあ仮に斑紋でもいいんですけどね、当然これは一点化にもなります。まあたまたま私がこのね、初雪斑紋のやつだけ今抜いてきてここに置いたってだけなんです。でこれをですね、もう次に中を、まあ、一点化にして白い覆輪にして、そして外側に、まあ、色を入れる、あるいはこの、まあ、さらに外側に緑心をの緑を入れる、まあそこまでもう考えた血筋のものができているんです。今ご覧に入れますね。このケースがですね、まず受け皿になります。点が小さいでしょ。これは赤い点からですね、こんなちっちゃいですね。まあ他の人が見たらバカにしてこんなもんって言って終わりでしょうね。どうですか。これなんか喉元から斑紋が出て白く周りを抜けて外側染めてますよね。あとはそのバランスですね。花の大きさに対してどのぐらいの、まあ、一点あるいは斑紋、それで白く抜けて外側に色が染まる。もうすでにこういうのをですね、用意してあるんですね。だからさっきのやつにこれかけるともう必ず一点化で
点の外側を白く抜いて外側が色がのる覆輪はできちゃいますね。確実にできますね。まあベストウチョウラなんかを見ますとですね、一点下の外側に白の遊びがあってさらに外側に色が出ているなんていうのは去年も一昨年などもあるいはその前なども出てましたけど、あの初雪の斑紋ですからね、必ずその白の部分を残すっていうところがやっぱり初雪をずっと使ってきたっていう亀山さんのすごいところですね。まあですからここにこんだけありますからね、まあこれの花粉をあれにつけてもいいし、あれの花粉をここにつけてもいいし、まあこんなにたくさんは私もいりませんからね、まあ何本かつけて、あとはまあそうですね、オークションにでもあのこの花の一番下のところにですね、さっきの花粉をかけて、まあこういうのができますよっていう説明文を書いて、あるいはこの動画に動画をリンク貼ってですね、ご覧いただいて、そういう花ができるなら買ってみようか、まあそういう人がいるんでしたら、まあ、このアイランド以外にはですねできない花になりますからね、赤一点で、しかも白く抜けて外側にコリンと、確実にそういうのが、出ることですよね。まあさっきのやつはあの売りませんから、まあ他にもまだ何本かあるんですけど、まあ今度は芝菜のこういう点の小さいやつですね、そういう点の小さいやつにかければ同じようなことができますね。まあとりあえず赤い点でもうすでにこういうの亀山さん作ってあるんですよ。思いつきでやってんじゃなくて、そういうことをすでに用意して出来上がりを予想してっていうことですね。まあそれなのでやっぱり恐ろしい人です。